国道をやめ錦山おすすめの店で、新スーツを身にまとった桐生ちゃん。よ、これでどうだ、錦。そんな桐生ちゃんは堂島組に追われ、構成員に見つかってしまうのだが。この男、桐生ちゃんと同じ服を着ていた。ただの一般人だった。髪型まで似ているが、めちゃくちゃ弱そうな偽桐生ちゃん。見比べるとご覧の通り、なんとも締まりのない顔をしている。桐生じゃねえよ。この野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。そして見ているだけでボコられるという、恐怖んでかわいそうなやつだった。龍が如くにでは偽神事と共に、チャンピオン外でもメル偽桐生が登場。おまけに偽桐生ちゃんは、あの名言まで放つ。俺は今日大変な一日でな、すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。すいません、これで勘弁してください。そして偽神事の声優には、あの山口勝平氏が。ちぇ、兄貴、最近のガキはしけてますぜ。バカ野郎、だからガキを寄せって言ったじゃねえか。待てこら。立ち去る際に本物と肩がぶつかる偽物。偽神事はやる気満々だったが、偽桐生ちゃんは今日は機嫌が良いからと、謝った桐生ちゃんを許す。さっきすこぶる機嫌が悪いと言っていたのは、一体何だったのか。その後二人はこの場を去り、ジュエルへ遊びに行くことに。あれ？消えちゃった。そしてジュエルで暴れていた二人。無銭飲食は良くねえな。この間の野郎じゃねえか。何しに来やがった？舐めやがって。俺を誰だか分かってんだろうな。この人ね、堂島の竜、桐生一馬さんだぞ。この言葉に思わず桐生ちゃんもびっくり。そして本物が偽物に謝罪。桐生さん、今日のところは穏便に。冗談じゃねえ。俺は今最高に機嫌が悪いんだ。どうしてもダメですかね。てめえ、俺をとうとう切れさせちまったようだな。死んで詫びても許さねえぞ。そしてついにバトルへ発展。だが見てというだけあって、どこどんどんの二人一方的に殴れ、あっという間にボコボコしまう。極みにでは神事の体力が少なくなり、さらに弱体化。偽桐生ちゃんの方も相変わらず弱いままだった。敗北後には座り込み謝罪する二人。そして料金を請求されるが、 PS2 版では9800円なのに、極みにではしっかりと土下座をした後に9800円ではなく10倍の9万8000円というぼったくり被害に遭っていたのだった。龍が如く4では雄也に呼び止められ、ブログで桐生ちゃんを名乗る奴が現れたと桐生ちゃんは知らされ、さらに掲示板を荒らし回ったりして評判を落とされていた。放っておけない桐生ちゃんは自分で肩をつけに行くことに。偽物はまたしても機嫌が悪いの名言を放っていた。そして偉そうに4代目を名乗る偽物。放
本物に気づかず喧嘩を打ってき、二人はバトルへ発展。構えからしてヘナチョコそうな見せ物だが、体力も低く、風同様に超弱かった。敗北後には出来心で、ついやってしまったと告白した見せ物。今回はブログにお詫びを書く上に、モテモテの腕輪なるものをくれた。そしてあっという間に立ち去る二石竜。早すぎだろ。その後ブログには自分が偽物だと書くが、今度は偽物として更新を続けるといい。あまり懲りてない二石竜なのであった。作品ごとに比較してみると、極みにだけかなり太ってるけどいかついね。また黒表にでは達也と肩がぶつかり、道島の竜を名乗る男が登場。達也は喧嘩する気満々だったが、偽物は許してやると言って、達也にビビったのかその場を立ち去る。その後一般人に迷惑をかけていた偽物は、達也に見つかり道島の竜を、道島の犬と間違えられ、切れた偽物は達也とバトルへ発展。鼻の穴がでかく、見るからに弱そうな偽物。ヘナチョコなドロップキックを見せるが、いつも通りやっぱり弱い偽物だった。達也に弱すぎと言われた偽物は、キリュウカズマではなくキリュウカズマだった。そして偽物は土下座して謝り、超高速で逃げていくのだった。剣山ではキリュウちゃんを名乗り、付けで遊びまくっている偽物が登場。本人に似ているのかと思いきや、髪型以外何一つ似てない偽物。キリュウちゃんに見つかるとトンズラをこき、追いかけると戦闘へ発展。体も小さく見た目からして弱そうだが、やっぱりクソ雑魚だった。貧乏そうに見えた偽物だが、意外とツケを払えるだけのお金を持っていた。もし逃げられてしまっても、別の酒場で大門の男に捕まってしまうという、なんとも情けない偽物だった。